はい、ってことで足柄到着しました。ウェイフに一番アスパイいいですね。今日は名古屋にどこに寄せられて、そこに向かって行ってます。まだね、電気がいいですけど、この後雨降るかも。食べちゃおうかな。なんか食べましょうか。Thank you.
サービスエリアで偶然会って、それっていいね、それサービスエリアで会って、そう偶然、すぐ気づいた。止めようと思って入ってきたら、これ見たことある人だなって、と思ってバイク見たらすぐ分かって、超いいねそれ。びっくりした。面白い。そっかそれでもう撮ってきたの。そうじゃあ一緒に走ろうぜっつって撮るからっつって。いやでもさいつもこれ撮ってんだろ。これ。これでもこれ手持ちでこう撮ってたの、すげえなと思って。どうやって手持ちにするの、それ簡単にできるの。クリップでピュッてこうやって。ああ、これ撮ってんの今。やめてやめなさいめっちゃ懐かれてるあ、もう電池消えたかな。あ、でも光ってほら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 光ってる、ほらほら、ポチッコピー発言厳しいね、お前とかお前って言っちゃダメっつ。あと30分ぐらいで雨降ってくるよ。え、マジっすか。うん、だからもうすぐ宿行こうかな。タイムライフ、この人がいるタイムライフ、病んでるタイムライフ、スタッツリングゲットしました、イエイ。もう撮影してる、してるあ、これ回ってるんですか。回した、今宣伝しなきゃやつだから今上がってる。回したすぐ、すかさずピュキーン。はい、こんな感じです。テテレー、キラキラします。めっちゃええやん。ダディも入ってんすかこれ。え、ダディも映ってる。ダディ映ってる。キラー。ダディを重ね付けしてんすね。さすが。かっこいい。おしゃれ番長。ね。このね、手のひら側だけこうね、ちゃんと痛くないようにされてるっていう愛がね、ここに愛が感じられるっていうやつでね。それ気づいてる、ここ。うん。中空になってる。気づいてるよ、もちろん。気づかない方が多い。嘘でしょ。いや、ここがだって味噌じゃん。だってこのね、うん、味噌はクソもないんですよ。なんてこれがなかったらだって棒100の、ね、よくあるやつになっちゃうじゃなくて、うん、でしょ。ほら、これがまあまあなってる。手が混んでんですよ。だから肩が抜けないんだよね、このままだと。どうしてんだろうねと思って俺。だからってん、マジで一個一個そこだけすげえ手混んでるじゃん、それ。ポコンってはめてんの。だからこことこの土台は別体。うわあ、そうなんだ。これキャストじゃないんだね、もう。違う、抜けないもん、ゴムが。多分そうなんだ。すごい技術力が詰まってますね、今までの。そうですね、血するといいよね。魔除け、魔除け、うん、これから旅に出るからちょうどよかった。あ、そう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 、嬉しい、やったね。始まってる？始まってます。ダメダメ。すでに始まってます。帽子かぶってないで。すで。結局終電がなくなるまで飲んでました。